アポロ5号はアメリカ合衆国のアポロ計画において初めて行われたアポロ月着陸船の無人飛行試験である。アポロ5号の主目的は月着陸船の宇宙空間における飛行試験であり、特に上昇弾と下降弾のエンジンや切り離しのシステムの性能を確認することであった。また下降弾のエンジンは宇宙空間で水力を調整できる初のロケットとなるものであった。 さらに今回の実験では、月面降下中に飛行を中止して、緊急脱出する事態を想定して、加工弾を接続した状態で、上商弾のロケットに点火する、接続点火試験、ミッションのエンブレムにも描かれているものが行われた。アポロ4号と同様5号にも進行に大幅な遅れが出た。最大の要因は LM であった。地球を周回させるだけならまだしも、 人間を乗せて月面に着陸するような宇宙船は、未だかつて誰も作ったことはなかったのである。そのため LM はしばしばスケジュールを遅らせる原因となった。当初の予定では1967年4月に発射されるはずだったが、加工弾のエンジンの噴射が順調でなかったり、上昇弾のエンジンの溶接部分に不具合が発見されるなどの問題が発生したため、最終的に LM が ロケットの上に設置されたのは同年11月19日であった。ところが打ち上げ直前の12月17日には、今度はグラマン社の工場で事故が発生した。LM の圧力試験をしている最中に、本来は39キロパスカルまで耐えられるように設計されているはずの右側の窓ガラスが35キロパスカルで破壊されてしまったのである。 そのため12月28日には無人で飛行する本5号の LM は窓ガラスがアルミニウムの板に交換された。地上試験される月着陸船発射台上のアポロ5号、アポロ5号の発射に使用されたのはサターン V 型ロケットよりも一回り小柄なサターン IB 型ロケットであった。このロケットはアポロ宇宙船を月まで送ることはできないが、 地球周回軌道に乗せるには十分な出力を持っていた。今回使用された機体は本来はアポロ1号で使われるはずのものだったが、同期は地上での訓練中に司令船の火災事故が発生し、飛行士3名が犠牲になってしまった。しかしながらロケット本体は無傷だったので、アポロ5号に回されることになった。今回は LM は着陸客を装備せず、 また無人飛行であるため緊急離脱用、牽引ロケットも設置されなかった。そのためペイロードを含めたロケットの全高は、通常のサターン IB 発射よりもずっと低く、55メートルであった。1968年1月22日の日没直後、アポロ5号は当初の予定から8ヶ月遅れて発射された。飛行は完璧で、第2弾ロケットと LM は、 近地点 162km、遠地点 214km の大円軌道に投入された。45分後に LM を分離して、高下段のロケットを噴射したが、ソフトウェアのバグにより、予定よりも4秒早く35秒間で噴射が停止してしまった。接続点火試験は予定通り行われた。着陸船は地球を7.5周した後、 グアム島の南西数百キロの太平洋上で消息を絶った。ありがとうございます。